なるほど。悪霊さんがミュウツーでキャラ替えなしという形になる。あ、そうなんですね、ミュウツーですね、はい、はい、はい。さあ、マッチングしましたね。チョウさん、ズームとかいいですか？ズームは、これはちょっとできないかな。ピントが難しいな。ちょっとあれですかね、ズーム。逆に近づけた方がいいかな、うん、ちょっと光が強すぎてカメラの発光に見えないか。残念ですが、光を多分ね、上からの光が強いんや。分かりにくい映像で申し訳ないですよ。さあ、炎のパンチ決まっていい舞台でいく。ブロックから入って炎のパンチ一段止めからの投げ。さあ、1本取ったのは、アクリミウス。向こうする。いやー、いろいろやろうと頑張ってるんですけど、申し訳ない、ちょっと分かりにくいんですけど、火炎射ハチエクス強化からの火炎射刺さって、さあ、日本バレー炎の図重ねてからの炎のパンチはガードしている。さあ、投げて大ダメージ。さあ、日本バレー2回からの EV 飛んでしまっているが、ブロキャン投げ、まだ死なない。あっと、破壊構成にダイモンジャー当ててしまったが、サイドからの褒めかく、エモンガは刺さらない、ガードしてますね。画面が残念、いやー、申し訳ない。そうですね、今いろいろと試行錯誤してるんです。すいません、ありがとうございます。ジャンクスは刺さらず、興味吐くブロックはガード。ジャンワイからのジャンクスは通らない。重ねてからジャンクス刺さって 6X フルコムでフェイスチェンジ。さあ、飛びが多いように見えますが、フロントで刺していく、まだわからないが、共鳴、絶望の共鳴。エモンガは対空からのフルコンは持っていかない。炎のパンチ入って大ダメージ。さあ、ちょっと、あーっと、これは刺さる。メガミュウツーの BA が刺さり、これでミュウツーの方が取ったって感じですかね。勝利ですね。悪霊さんが、ペア2を抜けました。こうなると悪霊さんはペア3、7キュンレイディになりますね。で、いや、ありがとうございました。ありがとうございます。申し訳、いや、画面が悪くて申し訳ない。今、そうですね、ちょっと話を状況整理しますと、悪霊さんが、ジュディ君に勝ったので、ジュディ君とミライツさんの、ペアに、勝ち申したという形になります。で、これから五十嵐君が先ほどちょっとミライツさんに負けてしまったので、ジュディ君とクロス五十嵐さんの試合が始まるという形になります。で、ここで配信するのがその、ジュディ君 VS クロス五十嵐君の試合となります。はい。